週のイコに続きまして不朽の名作をまたもやご紹介したいと思います。はい、というわけでこちらソニーコンピューターエンターテインメントさんから発売中の PS3 用ソフトワンダと巨像ということで、イコに続き以前発売されたものなんですけれども改めて今回発売されているということなので、私ねすごくなんかちょっと恥ずかしかったかもしれないです。前回イコをご紹介させていただいたじゃないですか。で初めてイコという作品に触れてね、本当に感動したんですよね。こんな名作があったんだと、こんなことを知らずして SSG なんてのたまわっちゃいけないんじゃなかろうかってすごく反省した矢先、なぜか周りで皆さんイコの話をしてる方がすごく多くて、で昨日もとある番組でちょっと終わった後にみんなでお話し合いをするためにですね、ちょっとご飯屋さんに行っておしゃべりしてたら、目の前に座ってた23歳だって言ってた若い作家の男の子がですね、いろいろ喋ってるうちに他の人と話してたんですけど耳に聞こえてきたんですよ。僕イコとワンダの限定版がすっごい欲しいんですつって、通常版だったら買えるんじゃないのって他の人に言われて、いや僕は限定版が欲しいんすっていうのを23歳の青年がすごく熱く語ってたのを聞いてですね、なんかね内心ね、明日私ワンダやるけどねっていうのをいやって思ったのと同時に、これだけこう今でもね熱狂しているファンの方がいらっしゃる作品に今まで触れてこなかったという反省も含めて、この番組でも紹介して多くのファンをまたねワンダファンを獲得していきたいななんて思ってるんですが、私もだから初めて今日触らせていただく状態なんですが、まあ、オープニングムービーが終わった後こういうシーンになってます。でこれが今回の主人公です。じゃーん、かっこいいね、青年になりました。以降は少年がね主人公だったんですけど、じゃーん、スチャ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 、いいですね、いい動きです。青年らしい動きをしております。はい、これも前回と同じく、以前プレイステーション3でできたものをグラフィックを HD 化したという状態なので、もうほぼこの状態でプレステ2で完成してたっていう、いや今思うと本当信じられないこの動きなんですよね。ちなみにこういう風に動くんですが、視界もこうやってぐるっと回り込めたりとかします。まずはじゃーん、来た馬、馬、このお馬さんに乗ってですね行きたいと思います。すごいよね、馬の近くで三角を押すと料理ができます。おー、バツで蹴って走らせます。一度蹴ることに走る速さが一段上がります。手綱を手前に引けばブレーキになります。なるほど、ちょっと歩いてみましょう。タックタックタック、なるほどなるほど、2回叩くと、お、速く走った。おー、うわ、綺麗、めちゃめちゃ綺麗っすね、やっぱり半端ない。から降りれますね。はーい、よいしょ、やったー、外だー、きれい、うわー、めっちゃ平原広がってますね、きれいだなー。はい、でここで何をするかというと、まず彼は剣を持ってるんですけど、このジーンと四角ボタンを押すと剣がこうやって光るんですけど、光るとこのほらすごいでしょ、こう光が分散したり集中したりするんですけど、この集中した先に目的地があるみたいです。なんでちょっと行ってみたいと思います。こっちですね。おお、ちょっと早く、上に行けってことかな。ということは馬じゃ行けないから降りましょう。音楽怖い怖い怖い、緊張する。どうすんだろうな。あ、やっぱり捕まりそうな場所には R1 で捕まることができます。 R 右ですね。 R1 で捕まる、ジャンプで飛びついて R1 を押し続けます。おお、すごい。この後どうしたらいいの。 R は押したまま左スティックで捕まり移動、
あ、おー、びっくりした。あ、ジャンプできるんだ。おー、なるほど。 R1 押したまま三角を何回か押すとジャンプを何度も繰り返しましたね。ここもジャンプできるかな。うん、なるほど。でも、ここ行き止まりか。こっちか。右スティックでカメラを操作すること。あ、なるほど。こうやって順番に教えてくれるんです。あ、これ飛ぶんだな、多分。飛べるかな。おお、今の結構飛んだんじゃない楽しい。これ飛べるかな。うわ、何、はあ、怖いよ。これが巨像なのかな。走り、戦う時もジャンプとか使ったりするのかな。もちろん。マジか、めっちゃ緊張する。大きいよね。うわ、見つかった。うわ、あ、あれが体力か。あ、捕まった。なんか光ってる、光ってる。刺す刺す。あ、なんかなってる。なに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 、もう倒した。すごい。あれ、付き合う雲に。これ登るのかな。長く構えて力を貯める。なんとなく高いとこな気がする。うわ、揺れる揺れる揺れる。頑張れ頑張れ。おお、あう。頑張れ。離すなよ。下のゲージがなくなっちゃってます。あ、なるほど。ここでちょっとか、頑張れ、しゃがむ。よし、今度こそ行こう行こう。あった、これでしょ。
いや、手に汗握るとはこのことを言うのかもしれません。本当にめちゃめちゃ臨場感ありましたね。特にあの巨像に捕まってからの振り落とされそうになる感じとか、握力がどんどん弱まっていく感じが、なんか自分の握力のように感じちゃって、でもすごく面白いし、なんかすごいっす。うわこれまだ序盤ですよね。これからどうなっちゃうの。なんか興奮しすぎて私涙が出てきちゃった。というわけで、先ほどねちょっと謎だった女の子のところに来ましたけれども、これからどうなっていくのか、ぜひ皆さんの目で確かめてみてください。ワンダと巨像、今日はご紹介いたしました。うわーすごい。